皆さん、こんにちは。東京都八王子市に本社を構え、医療機器の製造販売で世界トップシェアを誇るオリンパス。10月28日に同社は、社長兼 CEO のシュテファン・カウフマン氏が、違法薬物を購入した疑いがあるため辞任したと発表しました。2023年4月から同社の社長を務めたカウフマン氏に、一体何が起きていたのでしょうか。そこで今回は前回の動画に引き続き、シュテファン・カウフマン氏に関する騒動と現在の状況などについて詳しく見ていこうと思います。ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速見ていきましょう。週刊誌の取材によると、今年6月18日、警視庁薬物銃器対策課の捜査員がカウフマン氏の自宅に家宅捜索を行っているそうです。シュテファン・カウフマン氏は違法薬物を購入していたという通報を受けて、会社が内部調査を行った結果、取締役会が辞任するよう求め、本人が応じました。しかしカウフマン氏は違法薬物の使用を否定し、さらに尿検査が行われたものの陽性反応は出なかったと言います。しかしカウフマン氏に薬物を渡していた売人の X 氏にも捜査の手は伸び、同日 X 氏は覚醒剤取締法違反容疑で逮捕されました。またカウフマン氏と実施との間に交わされた薬物売買についてのメッセージでは、彼らはシグナルやテレグラムといった高度な暗号化技術を持つ機密性の高いアプリを使って売買交渉していたといいます。メッセージ内でカウフマン氏は X 氏を侍さんと呼んでいたそうです。具体的には、はい、 Can you deliver this week? 2 bucks from 2 weeks ago and 1 MD night などのメッセージを送り、金額の交渉など生々しいやり取りをしていました。2バックスはコカイン2パケ2袋、 MD は合成麻薬の MDMA を指すといいます。その結果、会社の取締役会はカウフマン氏が会社の行動規範などとは異なる行為をしていた可能性が高いと全会一致で判断して辞任を求めました。本人がこれに応じて辞任したということです。カウフマン氏はドイツの企業などを経て2003年に入社し、去年4月から社長兼 CEO を務めていました。辞任を受けて、当面竹内康夫会長が CEO の業務を担い、後任については会社の指名委員会で検討していくとしています。カウフマン氏はオリンパスで20年にわたり尽力し、特に組織のガバナンス強化と医療機器分野での成長に注力してきたため、その影響は大きいとみられます。会社は株主やお客様にご心配をおかけすることを深くお詫びしますとコメントしています。 X 氏は他にも証言しており、彼がどっぷり使っていたのはコカインと MDMA でした。昨年9月上旬の段階で彼の分として確保したコカインは152パケ、もはや致死量を超えていますが、4ヶ月後の今年1月には全部使い果たしていた。ならせば1ヶ月で35パケ以上の使用量で、取引価格は約500万円。彼はこの約2年間で3000万円近いコカインを使用していた。 MDMA は覚醒剤成分であるメタンフェタミンが入っている、グッチやレッドブルピンクと言われるシャブ玉を好んで使っていました。カウフマン氏が X 氏に送信したテレグラムには次のような文言があります。私は MDMA に助けられ、集中力と覚醒を維持することができる。 X 氏が初めてカウフマン氏と対面したのは昨年1月のことだそうです。当時彼はまだ社長ではなく取締役 CSO チーフストラテジーオフィサーでしたが、 X 氏はこの乗客の素性を知らなかったと明かします。連絡手段として使っていたアプリの別のアカウントに実名の記載があったんです。ネットで検索したところ、オリンパスの取締役であることが分かった。同年4月には社長になることが決定しているという報道があって、本人に伝えたところ、この事実は決して外部に口外しないでほしいと、それで契約を結ぶことになったんです。契約書には1ヶ月でコカイン18パケ、取引価格60万円をレギュラーペイメントとし、
年間3回のボーナスには月240万円を支払うという記載がある。こうしてカウフマン氏は社長就任を目前に控え、悪魔の契約を結んだのでした。昨年3月は仕事が多忙を極め、それに伴ってコカインの発注量も増加。契約上の18パケでは収まらず、月30パケ以上も配達することがあった。昨年3月2日午後、カウフマン氏は X 氏を新宿区の京王プラザホテルに呼び出したそうです。このホテルにはオリンパスの関係者がたくさんいるから話しかけないでくれ。事前にそう釘を刺された X 氏は、館内でスーツ姿のカウフマン氏と落ち合うと、アイコンタクトで南館1階のトイレに誘導した。 X 氏がコカインの入った茶封筒を手渡すと、カウフマン氏は代わりに計50万円が入った茶封筒を差し出してきたという。その日の夜には合成麻薬の LSD を自宅近くに配達した。その頃のカウフマン氏はもはや歯止めが効かなくなって、港区北青山の高級ステーキ店に俺を呼びつけたかと思えば、コカインに混入した不純物を指摘して、前回のものと違う、質が低下していると文句をつけてくることもあったと話していました。次に退任したカウフマン氏の年収についてご紹介します。カウフマン氏の年収は11億と言われていたようです。そこでもう少し詳しく調べたところ、カウフマン氏は2019年オリンパス代表取締役社長に就任されています。そして2020年3期の報酬総額が2億700万と言われています。世界のオリンパスなので年々報酬総額も増えているようで、2021年3期4億2500万、2022年3期6億6100万、2023年3期7億3400万、2024年3期11億3800万と言われているようです。世界のオリンパス社長の年収は桁が違うほどすごいですね。そんな中発表されたカウフマン氏の辞任報道。海外でパーティーに薬物はつきものという話は有名ですが、日本でも成金経営者がセレブドラッグというものを港区界隈で使っているという話も聞きますから、アメリカへの憧れがすごい日本でも一般的になる恐ろしさがありますね。そしてカウフマン氏は社長を辞任しているので報酬はもらえない可能性があることが分かりました。それは取締役を解任する場合は残存任期の報酬を支払わなければならない判例があるからです。もちろん辞任の場合は自ら辞めた形になるので、会社は残りの報酬を支払う必要はありません。残念な話ですが、あの立場上このような報道が出てしまった以上、辞任を避けられないですよね。カウフマン氏はオリンパス入社以前から経験豊富な方として知られていました。ここで経歴についても簡単に紹介します。1990年9月ドイツの百貨店カールシュタットにて人事を経験。2000年10月エアライントーマス・クック人事部長。2003年5月オリンパスの欧州統括会社に入社、人事などを歴任、人事部ゼネラルマネージャー。2008年4月コーポレート部門マネジングディレクター。2011年11月エグゼクティブマネジングディレクター。2013年9月コンシューマ事業マネジングディレクター。2017年4月執行役員に就任。2019年4月チーフアドミニストレーティブオフィサー CAO オリンパスエウロバホールディング SE スーパーバイザリーボードチェアマン。2019年6月取締役当社執行役チーフアドミニストレーティブオフィサー。2022年4月チーフストラテジーオフィサー CSO ESG オフィサー。2023年4月オリンパス代表執行役社長兼 CEO に就任。2024年10月28日オリンパス社長兼 CEO を辞任。この経歴からカウフマン氏は数々のポストにつき経験豊富な方であることが分かります。カウフマン氏のオリンパス入社のきっかけは実は妻の後押しが影響していたそうです。ドイツを代表する老舗百貨店
カールシュタットの人事部で組織作りのプロとして経験を積んだカウフマン氏、オリンパスに転職した理由について偶然届いたオファーに応じたと振り返りますが、オリンパスのカメラを妻が好きだったことも決断を後押ししたと語っているんです。奥さんがオリンパスのカメラ好きだったことが転職の決め手だったんですね。この経歴からカウフマン氏は数々のポストにつき経験豊富な方であることがわかりますね。オリンパスは今回の報道後に株価が大暴落しており、現在落ち着かない状況のようですね。 X 氏の証言なども含め様々なことが明らかになってしまった今、今後の動向に注目が集まります。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくださると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。